はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。第1部セイレン島ですね。まあ遭難して多分セイレン島に流れ着いたところになります。てか水夫のさ服着たまんまなんだね。せめて鎧とかを身につけていたかったけど、鎧着てたらでも完全に海に沈むか。どうやらどこかの浜辺に打ち上げられたようだ。いや完全に素手だな。周囲に人の気配はない。ただ寄せては返す波の音だけが耳に響いてくる。ナシラズ海岸。え、これ何？お、剣もしや。てか、全然ちげえや。俺の剣じゃない。古びた剣が砂浜に突き刺さっている。手に取りますか？ちょ、ないよりはマシか。錆びた剣。超弱そう。これは狼？錆びた剣で戦えってこと？お前らなど、めっちゃ弱くなった。スキル何？ソニックスライド？いやー、さっき500当ててたのになー。あれ？もう1匹いなかったっけ？あれ？ 3 匹くらいいなかった？新しいスキルをひらめいた。スキルの習得とセット。スキルポイントを消費して発動する技。戦いの中でひらめくことがある。スキルから、R プラス、1個ずつですね。攻撃を当てると SP 入手。ため攻撃を与えると、ため攻撃なんてあんだ。で、スキルが発動できますと。なるほど。念のためにスキルをセットしておこう。どういう独り言だよ。ソニックスライド。威力 C、スタン C、ブレイク C。一瞬で敵の前に踏み込みながら切りつける。レベル1。うん、OK。なんでそんな疲れてんの？一応めっちゃ楽勝だったと思うんだけど。ああ、漂流したことで体が疲弊しきっている。そうだね、他に誰か人がいないか。ため攻撃って何？え？ためてなくね？あ、溜まった。あ、なるほどね、これね。勝手に溜まるんだけど、なんか。こっちの方に何かマークがあるけど、とても動かせそうにない。さあ、隙間とか絶対通っていけるでしょ、こんなの。これ敵なの？いや、完全に動物いじめだな。ダメージ食らった。これなんか拾うの？薄い皮。なんか他に怒ってないかね。走ろう。多分調べられるものはマーカーがつくよね、多分だけど。こっちの方とか岩があっていけないけど、この横からさ絶対いけるでしょ。よいしょよいしょって。で、こっち、あー、なるほど、なるほど。なんかある。セイレン麦を手に入れた。こんなところに麦が落っこってんのか。めちゃくちゃ腹壊しそうだな。で、マップは一応、行ったところがどん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 追加されていく感じですね。あ、ジャンプしないといけないかな。海の怪物。なんかあった？え、なになに？何見つけたの？あ、水飲んだってこと？ああ、なるほど。着替えた心地がした。
フィールドでの休息。フィールドで何もせず立ち止まっているとヒットポイントが徐々に回復していく。ああ、なるほど。これもね、前々からあるんですよ。立ち止まってれば回復していくっていうシステム。で、ダンジョンとかではね、回復しないんですよ。あ、敵がいるね。おら。ん？え？これかソニックブラスト。SP がちょっとどれだけあんだ今。青いやつがそうかな。青いメーターが。でもまあなんか技を使うことじゃないっすね。攻撃をしてればまあなんとかなるって使い。やばくね。何気にヒットポイントやばくない？これナイトメアとかだったらもう死んでんだろうな多分。敵がいるっていうマークか。遠くからさ狙ってくるのはいまいちわからんのよな。どんだけモンスターいって。やばいやばいやばい。え、なんかアイテムあんのこれ。ちょっとアイコンタッチしてみよう。ヒットポイント2回復とかさ。セイレンの麦、来るのにちょっと使っちゃおう。もうどうせこのすぐ手に入るでしょ。いっぱい。なるほど、ジャンプして下。ほら、おいしそうな果実だな。お、何？美味しそうな果実。え、どうすんのこれ。取れる。お、取れるね。来るのみはね、ヒットポイント100回復するからね。ちょっともう一個取っとこう。おりゃ、ジャンプ力がすげえな。落ち着いて攻撃すれば。こいつのね、岩に気をつければ全然大丈夫なんだ。裏を取って。学んでいるぞ。あとなんかここら辺。おお、切れるね。なんかある。カメラワークだなと慣れないといけないのは。あれ、こっち何もなくね。え、どこ、どっちから来たんだっけ。こっち行けば先に進めますね。島の獣たち。そう、一応この世界はね、普通にね、モンスターは徘徊している世界なんですよ。だから魔物がいてもまあなんか不思議ではないっていう。いや、剣がボロっちいな。人がいる。覗け。え、バレちゃった。おお、剣欲しい、それ。パクれ。なんて羨ましいやつなんだ。なんでいきなりサービスショットがあんの。押し付けがましくて、そう、あの人のように。いやーみたいな感じになってるけど。お待たせいたしました。落車。まずはお互い名乗りましょう。私の名前はラクシャ。ガルマン貴族ロズウェル家の娘です。乗っていた船が沈んでしまい、この付近の海岸に流れ着きました。いや、俺もだよ。その装い、確かロンバルディア号の船員のものと見受けますが。アドル・クリスティン、実は冒険家です。臨時の船員です。一応冒険家ですね。アドル・クリスティ、冒険
喧嘩ですって。今さらごまかさないでちょうだい。私はあの事故で危うく命を落としそうになったのです。あなたは関係者として今すぐ事故を説明なさるべきでしょ。触手だね。実際の原因はアドルと言いましたね。それではその巨大な触手が私たちの乗った船を破壊したのだと。そのような突飛な話を信じられるわけがないでしょ。一体どこまで人をバカにするつもり。あら、あなた。気のせいでしょうか。どことなく似ていますね。うん、実に弱そうな奴らだ。獣？一体いつの間に。まあ任せてもらおうか。いいかい。それには及びません。あなたのような方に守ってもらうつもりはありませんから。ラクシャフォン・ロズウェル、押してまいります。いいな、この剣欲しい。俺の錆びた剣と大違いだな。攻撃属性、ああ、ザン・シャだね。アドルはザン、ラクシャはシャ。アドルは全部できないのかな。セブンだとね、アドルは装備によってザン・シャだ、全部変えられたんですよ。交代可能、連携して戦ってみましょうと。ほら、なるほど。タクシャにしよう。じゃ交代。アドル頑張ってんな。強くなるんだ。ちょっとアドルの方がいいかな。てかさ、その場で入れ替わるんだ。ほら、交代だ。ワープしてるね。まあそちらこそ。まあ随分冷静だね。なんでこの子はこんなツンツンしてるの。いいところのお嬢さんだから。冒険日誌の人物ページ、まあいろいろ閲覧できますと。とりあえず奥に進んでいけばいいのかな。ちょっと周りを見ますか。こっから来て、でなんかこっちも行けるし、あっちも行けそうだな。どっちに行こうかな。だってこっちから来たんでしょ。でこっちも行けるよね。獣が徘徊していました。結局行けないんか。じゃあこっちの方に行くしかないっすね。少し変わった場所。そうか、パーティーから外れましたって。何もしてねえのに。とりあえずここでなんかイベントが起きる。巨大な水晶が近づくと不思議と心身が安らぐようだ。お、回復ポイント。水晶石とリトライ。水晶石に近づくとヒットポイントと状態異常が完全回復。
ゲームオーバーになるとここからリトライと。なるほど。まあとりあえず見て回りますか。これはちょっと別のフィールドに行っちゃいそうなんで、もう少し様子を見ますか。あれ、これなんか行ける？行けそうだね。人がいる気配はない。そっか、まずは人を探してんのか。もうちょっとな、今手動でこうカメラ動かしてるんですけど、もうちょっと自動でこう自分の向いてる方を追尾してほしいな。見渡す限り海ですね。ここは一体どこなのでしょう。せめて近くに人里があればよかったのですが。他の人はどうしたんだろう。怒られちゃった。とりあえず見渡す限りは何もないから、カメラワークちょっと左右反転させよう。後で男性に対して不信感を持っている。完全な偏見だな。こっちは、お、なんかある。美しい小川が流れている。何、アドそんなにそんな喉乾いてんの。勝手にどんどん進んでるけどいいのかな。ちょっとシステムでオプションじゃなくてキーコンフィグ、あれ、カメラリセットとかしかないの。このカメラ周りをちょっと変えたいんだよね。オプション、あ、難易度ってすぐ変えられるんだ。いや、変更しない普通でいいよ。あ、カメラあるね、カメラ。上下をちょっとリバースしたい。あ、こう、いいね、いいね。坂道の先に大きな空き地が広がっているようだ。こちらに行く必要はなさそうだってさ。なんでわかるんだよ。行ってみないとわかんねえじゃねえかよ、そんなの。じゃあどこ行くんだ。こっちじゃないってこと。あ、だいぶカメラ動かしやすくなったな。敵の詳細が知りたければ三角でターゲットロック。あと行くところ、だってこっちは無意味でしょ。走ろう一応。あ、こっちね。あと、海が広がってると。めっちゃ深いよ今これ。完全に頭さ埋まってんだけどあ、宝箱がある。宝箱、これ誰が置いたの、こんなとこに。あ、漂着物のようだ。赤肉 ×3 絶対腐ってるから。浜辺にはさまざまな漂着物が流れ着く。赤肉ってでもヒットポイント回復してたよね。いくつだったっけ。なんか焼いたりできんのかな、加工したり。いや、肉見つけたよ、肉。四方が囲まれているのか。身を隠すのに向いてるなって。窮屈な場所だな。どうした？あれは。
ああ洞窟の中ね。どうしようかな、追いかけてみようか。てかさっきさ、洞窟の中に人の気配はしないって言ってたじゃん。こいつの察知能力大したことないな。ん？こっちってこと？ダンジョンとはって。まあ慎重に進もう。あんまり攻撃的なね言葉を吐いてもしょうがないしね。水温の洞窟。普通に向かってってんだけど結構敵いるな。これ赤いやつ全部敵だよね。ほら外の光が。結構ダメージ食らうんだけど。松明を持っていないのです。安心するのは当然でしょう。あそこなんか光ってる。これは何？え、待って。お、壊れた。え？壊れたけど何なの？よくわからんな。あー、なんか置いてあるね。人がいた痕跡がある。昔いたってことかな。また探索か。まあ流れ着いたばっかりだしね。まあ一個ずつ見ていきますか。どれ調べらんないんだけど。あ、これか。ヒールポーション。まあそれ心配するよね。アイテム。あ、右か。あ、なるほどなるほど。中身何が入ってんの。どうやら空のようだ。あとはこっちにもなんかあるね。あれ、今の俺の剣よりはかっこいいよ。どっちもどっちだな。でもなんか古びた剣を捨て、あ、ショートソードなんだ。でも古いって言ってたよね。ここもなんかマークがある。てか錆びた剣はもう捨てたんだ。まあ、荷物になるからね。奇妙な塊ってなんだ。お、お、なんかある。綺麗な花。え、これは何？垂れ幕にはうっすらと絵らしきものが見て取れる。これは何かの紋章ではないかしら。あれ、まだマークあるね。なんかこことか。あ、でも取ったか。で、ここにもなんでこんなさ、高価な宝箱はレザーアーマー ×2 って。あー、年季物ね。じゃあ装備しますか。何も装備してねえな。レザーアーマープラス13、結構上がるな。こいつも一応何も装備してないことにはなってんだ。見た目は変わらないね。見た目もね、変わるとまあいろいろ防具も着せて楽しめるのに。まあ奥へ行ってみますか。
なんじゃい？戦闘ボーナス、エリアルコンボ、スキルフィニッシュ。積極的にジャンプ攻撃やスキルを使うといいことがあるようですって。そんなこと気づいたのか。まあ早速試してみるよ。こういうツンツンした人にはね、もうあんまり攻撃的にいかない方がいいっすね。ブレイクオブジェ、ああなるほどなるほど、さっきのオブジェな、知ってたよとか。こういう女性はね、立てる方がいいんで、女性を立てて、まあ、知ってることでもね、知らないふりをして、大人の対応しましょう。変えよう。これはどこに行った？一応倒したかな。 あっちにもいるね、敵が。カメラリセットがちょっとやりづらいな。でこれぶっ壊して、ぶっ壊して何なの。飛んでる敵は落車に任せたいんだけど、そこまで融通が効かないね。ジャンプした方がいいのかな。こっちに何かありますね。ちょっと見てみましょう。なんかさ、いっぱい手に入れてるけどさ、ほら自分がダメージを当てているんだか、よくわからない。ほら、あ、1しか当たらないと言ってて、ダメだ、俺の攻撃がかなり弱いな。任せよ、これは。おーだっ、ほい、あ、こっちに、あれ、あ、あったか。ここやし、かける2、もう一匹いるね、こっちに。これ何なの、これ壊して。アクセルゲージじゃなくて SP がたまんのかな。あら、あれは何かしら。どれ、おー、骸骨くんじゃないの。朽ち果てた遺体が岩に寄りかかっている。海賊のような格好をしていると。白骨になるまでってどれくらい時間がかかるの。めちゃくちゃ多分時間かかるよね。あれ、普通にそのままスルー。変えよう。そうか、ジャンプ中に攻撃してってそのまま切り替えができるのか。あれ、こいつレベル4だ。結構レベル高いね。アドルよりレベルが高いんだけど。ちょ、骸骨攻撃する。お、なんか、ある。蘇生薬。死んでるのに。全く無駄だね。自分の持ってる蘇生薬。あ、ここで回復できるか。お、誰かいる？ご覧になりましたか？今のは間違いなく人です。さあ、すぐに追いかけましょう。まあ、人かどうかはまだわからないからね、この世界は。うん、ちょっとごついやつがいるね。ビフテリザ、なんで名前知ってんの。この獣は邪魔をなさるというのなら容赦いたしません。いや、明らかにサスミカに侵入してきたのはこっちでしょう。エクストラスキルが使えるようになった。エクストラゲージが溜まって R 押しながら L で大ダメージか。なるほどなるほど。ちょっとアドに入ろう。で、ターゲットはロックしておこう。おっと、遅かった。待て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 、やばいやばいやばい、待て待て待て、回避して、おら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 、
武器が弱いからかあんまり強い感じはしないなまあでも連続で、あ、倍くらい渡ってるか。お、エリアルスピード、いいね、これ強い方だね。回避ラッシュムーブじゃない、あ、倒した、あれ、あ、倒したか。いいね、サクサクこう戦闘ができるのはいいね。よし、一応ちょっと周りに何かないか。でもまあ基本的には何かあるとマップに表示されるから、ここには何もないかな。まあ、先へ行ってみましょう。エクストラゲージを貯めるコツ、まあ、スキルをヒットさせましょうと。ここは、なんもねえじゃん。大丈夫か、背後気をつけろ、さっきのやつがいるかもしれないぞ。うん、人里ではないみたいな。そんな見りゃわかるよ。見ればわかります言われちゃった。ん、船長さん、アドル、もしかしてアドルか。驚いたぞ、よくぞ無事で。誰かいないかと探していたのだが、まさか君に会えるとはな。あなたは確か、アドル、こちらの方は。乗客っす、乗客。いやでもこれはさ、船長のせいじゃないでしょう。おお、話の分かるやつだ。アドルが説明するんだ船長が説明した方が良くないか。やはりそうでしたか。え、遺体、ああ、確かに遺体あったね。海賊って、海賊って分かる格好してるんだね。約束しますってさそんな簡単に約束していいの、こんな非常事態で。ここから一旦出るとしようって、どこに出るんだ。入江のほとりへ、あ、戻ってったんだね。船長さんも何気にガタイいいね。まったくこいつは人の話を信じないんだな。あー、確かにね、子供もいたしね、心配ですね。
地図を作ること。あーすげえな、地図作りは経験があります。おーすげえ、リーダーシップをめっちゃ発揮してるね船長。なるほど、僕もロンバルディアの一員です。いや一員になったつもりはない、あくまで冒険家だ。お拠点をここにするんだね。まあ確かに回復できる石もあるしね。君はいいよ適当で。ロズベル家って何？まあ結構強いからねこいつも。使用人って誰？あの、あれは船長を説得するための方便です。嘘かよ。それよりアドル・クリスティ、あなたは一体何者なのですか？まだあんまり名前は通ってないですねこの時は。一応ね赤毛のアドルって言えば分かる人は分かるんですよ。でも冒険家とは何ですか？そんなふざけた肩書きは初めて聞きます。冒険なんてものは所詮は道楽の類ではありませんか？それを最もな役割のように主張する輩を認めるわけにはいきません。なんでこんなツンツンしてるんだこいつは。別にお前に認められなくてもいい。良いこと？アドル・クリスティ、私があなたに同行するのは見定めるため。あなたが私の大嫌いな人間に似ているからです。超迷惑なんだけど。まあ話が見えませんね。お黙りなさい。おまけに私のあのような姿まで。さあグズグズしていないで出発の準備をなさい。準備とかなくね。何も持ってないっす。あれ後ろなんかある。あなんか切り株か。ジギタリス。ああなるほどね、そういうの大事だよね薬。お、もしやくれる？あ、素材か。自分で調達してこいってことね。あ、容器も調達しないといけないのか。とりあえず遭難してるから、何でもかんでも自分たちで作らないといけないんだね。というところで、じゃあちょっと船長さんと合流できたところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。